助動詞を選ぶ問題になっていますが、これね、この must、may、will、let とありますが、まあこの中でもうダメなやつはもう let かな。あの let を選んでしまった場合、これってそもそも疑問文でなくなりますからね。あの結構そういえば知らないって人もいます。が例えばこの let v まあ一応これって命令文の意思だよっていう風に言われてますが、あの厳密に言えばこれって let あす動詞の原型ですからねそそもそも、まあ、だから当然文構造としては VOOC だからだからそれは命令文でしょってことになるんですよ。だけども「レッツ」っていう言い方をする時ってあの基本的には何か誘いかける意味なので命令というよりは提案とかあの誘いかけというふうに言われてるだけなんですよ。でまあ「レッドを入れてしまったら「レッタ」ーをへオープンだけどこれだったら。 あの命令をしていることになるからまあクエスチョンがつくのは絶対おかしいということでもう4は却下でいいと思います。でマストなのかメインなのかウィルなのかということですがまあこれってあの込められたニュアンスのの違いといいいいととうのを考えないといけなけんで,す、ね、でまあマストを選んだ場合って基本的にはマストっていうのは言うマストなんとかって来た場合は目上の人から目下の人に対して何かを言う時のイメージ。でメインに関してはこれは権威権限を持っている人が 許可を出す出すさないのイメージで捉えてもらったらいいいと思いますですからまあマストってのはどちらかといえばそういう権威権限を持ってるというよりは単純に立場関係から言って上司部下とかね先生、まあ、先生とはちょっとあの上下と言うべきではないかもしれませんが、まあ、いずれにせよあのこういう上下関係がある場合はマストですしメインの場合だったら権威を持ってる人要は許可を出す権限を持っているとかね。 あああの責任者ででるるととかか、えー、持ち主であるとかそういった人が出せる場合はメイで許可を出します。はいということを考えるとこれ「Will」を使った場合はこれってねあのお願い事する時なんか「Will you」とかっていう言い方しますが「Will I」っていう言い方は冷静に考えてみたら私はこれ意思とか推量でしょどっちを選んだとしても「I とつながるのってちょっと変だよね疑問なで私はこの手紙を開けるでしょうかって自分で決めなさいよってことになるじゃないですか。 開けるでしょうか開けるつもりがあるんでしょうか自分でそう自分のことなんだから自分で考えろってことになるので3は違うかなとじゃああとはマスとかメイかどちらかってことになりますがまあ、答えとしてはこの場合はメイが一番適切かなと思いますひょっとするとねあのー、ここでほらマストノットって書いてあるからだったらマストじゃないのって安直に選んだかもしれませんがだったら問題として出さないですよそんな簡単すぎる問題ねあのー、メイってのは先ほど言ったようにこれって この名誉を使った場合の言い方って要は権威を持っている人が許可を出す出さないの話なんですねだから権威ある人要するにこの発話者っていうのは何らかのそういう許可を出す出さないという権限を持っている権威の持ち主が言ってるんですよだからやっちゃダメやってよいか もちろんこれ OK だったら Yes, you may なんだけどそれに対して No, you may not と言わずに Must not やってはだめというむしろ禁止という命令をしてるんですね、えー、禁止というまあ指示を出しているというふうな形になりますあのー、なのでまあここでは Must ではなくて May で Must I open this letter だったらこれってそもそもね 例えば「m u s SV」とかって聞いた場合って「イエスの場合はもちろん「イエス s スマストでいいんですが「しないとダメですか?」ってえ聞かれてそれに対する返事を出す時ってね「はい」「しないとダメです」って答えるか「いや」「する必要はありません」だね「してはダメとは言わないんですよ。ですからの ドンと。have to で、まあ、実はマストで聞いてる場合って。イエスの場合だったら、イエス、you must で答えてもいいんだけれども。あの、だめの場合、あの、ノーの場合だったら、ノー、don't have to になることが多いですね。する必要はない。しなくてもいいと。しないとダメですか。はい、しないとダメです。 「いやしなくて大丈夫です」っていうことでする必要性がないということで実は have to を使うことが多いんだよだから今回の場合は「マストが答えになることはないと判断することができたんですね。ということであの実はこの疑問文と応答の流れの場合って実はこの,あのメインなのか「マストなのかというここで結構クロスが発生したりしますのでそこに気をつけておいてください。